臓血管外科大手美容外科を経て宇都宮を拠点に美容クリニックを開業県内唯一の美容サブスクでアマたの施術を担当美容医療の傍ら内科・救急医療に従事する東大模師全国一位の頭脳を持つ宇都宮の顔医療の世界へ飛び立つ志願者にいかなる未来を示すカンボジに学校を建てた後建てた後って<え>もうその完全にウルスさんは介入しないでその丸投げするような感じなんですか えっと、そこまで深いプランとしては持ってこれてはいないんですけど、でもその自分がどこまで介入するかとかいうことに関しては、その、まあ、たぶ今この電話を取らないさせていただいているって段階が、この、まあ、良いどんどんスタートダッシュのタイミングなのかなって思っていて、で、これが少しずつ現実味を帯びてきた時に自分がじゃあどれぐらい介入できるんだろうかとか、僕もその学校設立っていうことに関して知識はすごい疎いっですし、 そういうものを全部、この、現実味を帯びてきて、自分も、しっかりと、身を入れれたらなというふうに思っています。学校、潰れちゃいませんそれだと。うん。なぜそんなこと言ったかっていうと、僕の先輩でもいるんですよ。カンボジアに学校、150万で作った先輩が。まあ、その先輩も、まあ、ホストやってないんですけど、まあ、パーティーやったりして、資金調達して、 まあ学校を無事作りましたと。その家庭とかも実はね映画になったりしてる先輩なんですけど、で何が大変かって維持が一番大変って言ってたんですよ。その先輩いくつか学校作ってるんですけど、やっぱり潰しちゃってる学校もあるらしいんですよ。今、ウルさんのちょっと思いだけで、その維持をちょっと全然考えてないっていうのは、そのカンボジアのまあ子たちというか大人なのかもしれないんですけど、ね、せっかくできた学校は潰れちゃうっていうのはやっぱり悲しいので、そういった問題があるっていうのは、 まあ少し調べれば多分分かることだと思うのでまあそういうところも調べて、えー、学校を作りたいっていうのを言ってもらえた方が、まあ、もうちょっと僕らには刺さるかなとは思いましたなんかねウルさんが例えばカンボジアで貿易のビジネスをやりたいんです片手間にとかね言うんだったら俺100歩譲ってまだありかなと思ってるわけまあさっき細井先生も言ってたけどそのいろんなことに手を出して多彩に自分の才能を発揮する人もいるから それはそれで俺はありなんじゃないかなとは思ってるんだが教育じゃない学校って俺も実は最終的な夢が小学校をやりたいなと思ってるんですよでも学校って人を教育するのって僕は医療と並んで一番神聖なことだと思っててそこにどれだけのその創業者の魂が入るかっていうのが僕は学校の質を全て決めると思ってるのねで初手から いや遠隔でやりますとかなめてねえか教育って正直思ってます、うん、なるほど確かにそうですよねウルさんちょっと僕から聞きたいんですけれどカンボジアに学校を作るっていうのは今思いついただけですか本当に昔からやりたかったことですかえっと僕の中でこれをしてみたいなっていうことはいろいろありましてその一つにカンボジアでっていうのがあって 例えばごめんなさいねちょっといいですかとしかして来なかった理由なんでウルさん,うるさんそのウルさん、はい、あのね茂木さんからもあった通り学校を作るっていうのもすごく神聖なことなんですよ株式会社メディア代表水木大輔 四,四流二国籠の逆境を乗り越え自らの挫折リベンジ経験を武器に個別指導とコーチングを組み合わせた学びを享受する留年浪人に悩める医学生医師・国士受験生に寄り添う医学教育の虎ドクター水木。志願者のカルテを読み解きいかなる未来へと導く学校を作るっていうのもすごく神聖なことなんですよ。で僕も教育業をやってて神聖なことって自分で言うのは変だけれどこれ一個やるだけですごく大変なんです。 アップアップでやってます。僕の場合は、それに加えて、医療をやらないという選択をしてるんですよ。で、しかも留年までして、親に迷惑かけて、保水先生に散々いじられ、こういう状況なわけですよ。それでも僕は、医療より、こっちの方が人助けになると思って、僕の力をここの方が、ここの方が発揮できると思って、本気で取り組んでるんです。ウルさんにはそれが全く見えません。本気でやるんだったら、そっちに完全にコミットしてやってください。休学する意思もないし、 先の先のこと考えてないし、何のためにここに出てきてるんですか本心は、ここに出て自分の顔を売って社長たちと繋がりたい。そう思ってるんじゃないですかどうなんですかそう,そうおっしゃいます。確かにその部分もあるとは思います。で僕としては、本当に右も左も何もわからない中で,で、ただこういうことをしてみたいなっていうのだけはあって、それをこの、こういうところで話すことによって、何かこの、まあ、現実味を帯びるんじゃないかというか、 自分の中でこう、あ、じゃあこうしていこうっていうのが決まっていくんじゃないのかなっていうふうに思っていたのが大きいと思います。勘違いされてるのかわかんないですけど、多分ローランドさんも学校を設立したわけではなくて、多分その寄付をしたんだと思うんですよね。うん、学校設立にあたっての。なので、えっと、もともと運営母体がある団体に、まあ、多額の寄付を ま、されて、政府より、その功績を称えられて、勲章をいただいたって言ってるんですけど、で、まあ、実際現地に赴いて、まあ、多額の、ま、寄付をしたっていうことで、あのー、学生さんたちの前でスピーチとかされてるんですね。それでいいと思うんですよね。その、なんか多分勘違いされてるというか、学校組織を作ろうと思っちゃ、多分その無理ですよね。普通に考えて。無理、うん、ですね。だから、今見ると、結構個人でも寄付が、を、できる。 もうすでに NGO とか公益社団法人が、まあたくさんあるんですよ。当たり前ですけど、まあ500万、800万ってカンボジアで言ったら多分ね、4、5倍の価値がある金額なので、それぐらいの額を寄付すると、おそらく、まあ r o l a さんのように商品差でしていただいて、そこでね、スピーチあったりとか子供たちと接する機会というのが与えられると思うんですけど、え、そういうことをやりたいんですかそれとも学校をマジで一から作りたいと思ってんですか なんか僕らとなんかこう、ちょっと距離感ありませんやりたいことと。多分休学もするつもりもないし、現地に別に行くつもりもないってことは、そのすでにある団体に寄付をしたいってことで間違いないですかいや、僕としては、できることなら自分でこの学校を設立してっていう、その、ま、あその、誰もしていないとまだ言えないんですけど、あまりしていないことをして、してみたいなっていうふうな、この、 してみたいなっていうふうに思っていたものがあったんですけど、実際難しいなっていうのも自分の中であって。絶対無理やろ。<laughs> <laughs> <laughs> まずそれ土地探すとこから始めなきゃいけないじゃんね。<laughs> そうですね。<laughs> そうです。だからその自分一人では絶対にできないんで。あ、チームを作ってね。ご飯<の>さんが学校作るんじゃないですかあ、そうねあの、というか僕、もともとあの、カンボジアで起業してたんで、学生時代。1年間ぐらいったんですすよ。 うん、一番最初の企画が多カンボジアでやなんで帰ってきちゃった,<の>た早く行ってよ、えー、いいじゃないですか、帰ってきち <laughs> 帰らせてくださいよ <laughs> なんで帰ってきちゃったそれであの当時全く違うことやってたんですけどそこであの学校を作る団体とかのお手伝いを僕まさにしてたんですよ、えー、なのであの。 方針自体は素晴らしいと思いますし、めっちゃいいと思うんですけど、自身が行ってやらないと無理じゃないですか。うん、でもこれ多分難しい。も僕もリモートであの日本帰ってきたからもしばらくやり取りしてたんですけど、本当にやっぱリモートで起業するって難しいんであの、多分無理パターンじゃないですか。で、寄付の方だと、なんか23歳にしては、なんか600万から900万円を、なんかただ寄付で終わらせて、なんか、その、思いましたっけ、ウルんのなんかキャリア上も微妙な気がしていて、なんか20代の時ってなんかもっとこう自身が、 手を動かしたりとか頭を動かして事業を作った経験をしたりした方がご自身のキャリアにとってもなんかただ寄付して終わりですって微妙だしでも多分現地に行くって無理なんでってなったら多分学校を作るの無理なんでなんか同じ600から900あったらなんかもっと日本で自身がこう見れる範囲でなんかインパクトあることをやられた方がいいのかななんかウルさんのキャリアにとっていいのかなと思いましたねおっしゃる通りでその、うん 何かその、例えば事業、部分の中で事業を何かするっていうのもあまり思い浮かぶものではないんですけど、うん、それこそ例えば、じゃあ本家の令和のトーラだったら何々を作っていますとかあるじゃないですか。今になってですけど、じゃあ何自分の中で、この自分にしかないものな、何かを作って、それをじゃあこの、まあいろんな制作コストをかけて作って、売ってっていうような経験もしてみたいなっていうふうに思ってるんですけど、それが、 もう自分の中ではこの全くやり方っていうその、まあ、その、つてみたいなのもないですし、どうし,していけばいいのかなっていうふうになってる中で、ね、この、まあ、ちょうどこのタイミング、そういうふうにいろいろ考えているタイミングで、この番組からあって、で、じゃあ思い切って、まあ、一番難しいとまでは言わないですけど、どう考えてもちょっと,と離れてるようなことをしてみようっていうふうに思いました。 その理論で言うならカンボジアに学校を作る超難易度高いですよね。めっちゃ高いです。<laughs> いや確かにホストで一億売り上げてる男なんで、<laughs> から <laughs> なんか。僕のちょっと脳じゃ考えられないことができるのかもしれないですけど、ね。確かに。めっちゃ難しいですよね。<laughs> <laughs> そう。めちゃくちゃ難しいと思います。あ、青くんみたいな思考回路なんですかね。 ああ、うん、もしかしたら、うん。けど青くんよりもその医者にもなりたいっていう気持ちがまだ強い、ねうんうん、ちょっと強いですよね。はい、ねこれでまあなんかこう青くんみたいに成功しちゃうとやっぱ医者よりもってなっちゃうかもしれないですね。うん、だからまあさっきね彼僕にあの細井さんまあ僕だったらどうしてますかみたいなことを聞かれるんですけど、まあ絶対にいや SNS を伸ばすことに投資した方がいいと思いますけどね。あそうです本当に SNS を伸ばすことにすごい。 今力、だいたい、それこそ毎月100万弱ぐらいを、ひたすら SNS の方に動いて。すごいいや、100万使って伸び悪るってなるよね。<laughs> よ俺ら使ってないよ。<laughs> お金があるからこそ、お金を使って伸ばすっていう観点に、まあ、その着地しちゃうんだけど、僕らなんて使ってないのに伸びてる。使わずに伸ばす方法をいろいろ考えてるし、そういうのはもうちょっとやり方次第なのかなって思うのと、やっぱりビジネスをね、なんか、 やってもいいと思うんだけど医学部生やりながらっていうんだったらフランチャイズですよねやっぱり型があるものをまず自分でやってみて学生でもフランチャイズだったらできますよねできます結構最近増えてますねですよねだから学生起業しやすいのってやっぱりダントツフランチャイズだと思うんだよねだから今やっぱりね医学部生の企業増えてるじゃないですかまあ、僕は TikTok をお願いしてるそのりょうたくんっていう子もね医学部時系以来でね、はい、5、6年生で まあかなりバリエーションもついてるみたいで。でね、だからそういうの見てるか焦るよなそ。その、そういう方みたいなことを何か自分もできないかなっていうふうに今すごい考えていて、SNS を伸ばすところが最初のスタート地点なわけじゃないですか。ただその SNS を伸ばすっていうのがすごいこの、どうやったら伸びていくんだろうっていうのがすごい自分の中で筋が通らないというか、でも皆さんはこう、すごいこう着々と SNS を伸ばされていて、そこの違いって何なのかなっていう。 これすごいなんか人生相談みたいな感じで進めさせていただいて <laughs> もうカンボジアどうでもよくなってる。<laughs> <laughs> これさ。これドラゴン遅いとかベテランちとか、そういうのの交際ですよ。<laughs> これは。けどやっぱり僕が今医学部生だったら、うん、やっぱ焦ると思うんですよね。<ー>やっぱり先輩たちが起業成功させてる、医学部生時代から起業してる子たちが増えてるんで、そうなると勉強してるだけって、 確かに焦りません？そうわかんないよ。何を焦るのよ。一生懸命勉強して卒業してから頑張ればいいじゃない。いやもちろんもちろんそれで全然いいですし僕はほら結局医業もやってるじゃないですか。うん、だからあれなんですけどね医学部生でもう上場とかまあその要は融資まあその引っ張ったりとか見えてるってちょっと人間としてのレベルに差があるように感じちゃいますけどね。才能があるが故に焦るってこと？まあだから学生企業ですよで最年少上場だなんだっていうね話が出てくるわけで。 まあ彼も多分そうやって多分このままでいいんじゃないかって焦ってるんじゃないですかね。まあそれでなんでカンボジアなのかちょっとわかんないんですけど <laughs>。カンボジアは一つのそのきっかけになればいいなっていうふうに自分では思っていて。でもそのさっきやっぱりその自分の中での最後の今、今の段階での一つのゴールっていうのが先ほどおっしゃっていたみたいに、その SNS の力をどこまで伸ばせるかっていうところだと思いますし、それがやっぱりこの難しいというか。じゃあ逆に言うとじゃあベテランチはなんで伸びたと思う 掛け合いですかね。普通におもろいからだと思うんだよね。はい。あの、たぶ掛け合いが面白くて、まあ、聞きやすい。最後まで動画を聞きやすいから伸びたのかな、というふうに。うん。だし、その要は YouTube が伸びるロジック。例えば、今は亡き岩井さーん ね筋群とか言ってね、<laughs> よくわかんない戦争をひたすらこすり続けるっていうね。ああいうのも、だって、岩井さんがたまたまベテランち絡んだだけで、多分ベテランち4、5万人増えてますからね。うん、確かに。けど、結局、絡んでもらえるってことは、それまでに、ちゃんと自分で、要は布石を打ってるってことなんで、そこら辺を、まあ先輩たちから学ぶべきなんじゃないかな。お金をかけりゃいいって問題じゃないと思うんだよね。YouTube とか見ても、結構ちゃんと編集入れて、よく作られてるから、 まあいいと思うんだけど今作られた動画って逆に、ね、伸びないガチガチに編集入ってるっていうとね、うん、まあでもさベテランチも東大理さでっていうのがあるから一つブランドになるけどあれあのまま方向になっちゃったりする可能性あるんですかいや今のところの五六年生、ね、上がってるからまあちょっとお会いしたこともないのに勝手に話にするのも失礼だけど そのブランドがなくなった時にどうなるのかっていう話もあるじゃないですか。もうそうですね。やっぱそこがある程度の担保になってるから、あの面白さがやっぱあるわけで、ベースがすごいってのがあるからね。だからウル君も、その SNS 伸ばしたいとか、有名になりたいとか、俺全然いいと思うんで、いろいろやりたいもん全然いいと思うんだけど、ど真ん中の芯は忘れないでほしいよね。やっぱり医者になって、そのために頑張るのが中心だよね。あくまでも。はい、うん。そこはぶらさないようにしないとねと思うけど。 カンボジアが一つのカで学校をるが一つの案だけど他の案でもいいかなみたいな感じではあるんですかなんかやりたいみたいな正直言ってしまえば何かをしたいってことですメディケートのフランチャイズってことですかもういいじゃないですかねえ、うん、か細井さんと一緒にできます、ね、このこの金額で。 余裕でできます余裕でできる、うん。余裕で,で, <laughs> 余裕で一応教育だぜだって一応じゃねえけど、<ー>しっかり教育だぜ。確か,確かに。うん、かにまあでもなんか授業やりたいって感じなんですかねなんかその、稼ぐっていうことになんか興味ないのかなと思うんですよね。うん、わかんないですけど、まだ僕その本当にじゃホストでの稼ぎ方しか知らないんで、とか配信、ホスト配信での稼ぎ方しか知らないんで、そのなんてやろう、もっと、まあ成功法というか、しっかりこのした授業とか、 何かしら商品を作って売ったりとか、そういうののこの成功体験みたいなのを一つ組みたいなっていうふうにさすごい思ってます。これプランどうなるんですか？そうなったらこの何かプランは、まあ、そもうそのその変えても大丈夫ですけれど、<ー>金額は変えたらダメという決まりですね。近田先生なんか今ご自身の事業で一緒にとかできないんですか？そうですね。ただ思うのは。 ウルさんとしては教育業にそこまでこだわりがあるわけではないっていうことなんですかね。教育業自体に対しては興味ありますけど、そのごめんなさいさっきの話の結局流れ的にその何かをしたいっていうのが一番強いところではあるんで、その中でもちろん教育業は興味ありますし、まあいろいろ興味があってっていう感じですね。うん。 なんかエネルギーが有り余ってそうですよね確かに,確かに時間とエネルギーが <laughs> そうねまあ暇なんだよね医学部って、まあ微妙に部活ないと相当暇なんですよめちゃめちゃ暇ですね今の話聞いてたら思うのはだったらもうホストを貫き切ってやりきった方がなんか見えてくるんじゃないかなとは思いましたシンプルにただそれでホストをやりきった時にじゃあそこの人たちは知ってるけどそれ以外の人たちって何を知ら僕のことを知らないわけで じゃあこれから先って何に生かせるのって何にも生かせないのかなっていうふうに思ってしまったりとかもう来年ホストクラブ作ろう渋谷アマすラクリニック院長ドラゴン細井 美容外科医として数多の施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる来年ホストクラブ作ろう。 さんコーもうそれでいいんじゃないだからねやっぱなんつうんだろう増えてなものをいきなり入れない方がいいというか今あなたが稼げる方法で独立するのが多分いっちゃんよくてで学生のうちに自分が手離れできるような状態あと3年間で作ってで自分は研修やりながらオーナーとして君臨みたいな強引じゃないけど教育と絡めていうんだったら、まあ、ホストをなんかこう 育成していくような立ち回りとかなんか学校方針作るぐらいだったらホストクラブ作った方がなんか文脈としては通じるような気はするんですけど多<分>ちょっとぐらいしかないですかねやっぱり僕には <laughs> あでも本当はお昼の世界で成功したいってことなんだね多分ね <laughs> あ多分そっちの方だと思そうそうなんだよねうんだから、うん、お昼の世界だな <laughs> 夜じゃないんだ <laughs> 夜じゃないだからなんだ逆にさホストの何が嫌になったってこと やっぱりその汚いものをたくさん見てしまって、こう。汚いものなんだ, <laughs> だろうな。人間だなんだ。人間の汚いところ人間の汚い。<laughs> いや、そして僕はもう人間ではないのかもしれないんですけど。人間い <laughs> 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 僕多分その代表になって、じゃあ代表、今のお店の代表とか前の店の代表を見てて、その代表みたいに回り、回れるかって言われたら、 学校もありながら絶対に回れないですし、こっからの学生生活しながらも回ることはできないし、ホストをそもそも続けることができないなっていうふうに、自分の中で最近すごい感じていて、ってなった時に、じゃあ本当にホスト辞めたら僕には残るものって何もないんじゃないかなと思って、だったらその新しい世界じゃないですけど、こういう新しく何かを始めたいなっていうふうにすごい思って、ただその、じゃあこれを始めるっていうものがあるって言われか、あるかって言われたら、それが、 すごいこう、ずっと考えてはいるんですけど、やっぱりなんかこれも微妙、これも微妙って感じで、こう、自分の中で見つからず、今に至るっていう感じですね。まあでもちょっとわかるな、なんか。ホストの世界も、まあ、俺もやったことないからわかんないけど、やっぱあの世界で本当にトップ取るやつって、なんかその世界でもう生きるしかないって覚悟を決めた人のような気もしてて。あ、そうだと思います、<ー><う>なんか。 ね今、ウル君って言い方変だけど、お医者さんになるっていう、ある種の逃げ道が用意されてるわけじゃない。まあ、ホストからすればね。はい、う,うん。まあ、その時点で、なんか、勝てないって思っちゃうのかなっていう気は分かるけどな、なんか。去年、やっぱり、自分の中で、去年が一番頑張った年で、で、今年も一年頑張れるかなっていうふうに思ったときに、やっぱりもだか自分の中で、去年、去年ですら何になるのかなって思いながら頑張っていた部分もあって、で、今年になって、なおさらその思いが強くなったというか、 本当に限られた世界の中で、こう、ひひ言って、数字上げて、お店にお金渡して、自分は何になるんだろうみたいな、そういう風にこう、すごい考えてしまうようになって、っていう感じです。<laughs> <なんか笑> めっちゃいい,子い,い,いい子じゃねえかなねえ。いいじゃんね。みんな、そんな、あのー、みんな、成人君子じゃないというかね。みんなもうそれでお金稼いで、やってやったで、ぐらいにしか思ってないと思うけどね。なんか、ホスト取ったら何も残らないっておっしゃってるんですけど、あの、医学部生であることは最強。最強よ。<laughs> すごい、なんか贅沢な悩みかもしれないんですけど、医者だけだと、なんかすごい人生つまんなさそうというか、<laughs> ポテンシャル高い証拠ですよね、本当に。いや、いいね、俺は若い子がめちゃくちゃ欲張りなの、すごいいいなと思ってるから、それはいいと思いますよ、なんか、あり余ってるんでしょうね、何かが、野望が。気持ちはね、めっちゃわかりますけどね。ホストの対局がカンボジアの学校だったんだろうね、たぶ確かに確かになか、そんな気がする、今、なぜ、カンボジアで学校なのか分かった気がする。ももののすごい綺麗ななを見たたくっ <laughs> <laughs> あでもそうだと思います、まあそうね、何かね見つけやりたいことを見つけたいっていうのが、うんうんまあ、ホスト以外で、まあ、ホストで1億稼いだの十分ねすごいと思うんですけどねフランチャイズでさせていただくってなったら何かこう俺だこれだ,これだっ,て言ったらいいやみたいなことはあったりはしないんでしょうか 企業がやりたいもので選べよ。好きなものをやっぱ選ぶんだよね。フランチャイズってね。フランチャイズチャンネル見ましょう。確かにそれは。それがいきます。確フランチャイズマンタイガーファンディング見てね、自分が美容好きだったらね、サロンとかもいいだろうし。ね、多分500万あったらいくらでもできるものありますよね。結構。自分が通ってるもの、例えばサロンだったりとかホワイトニングだったりとか。 そういったものをね自分で店舗持ってたら嬉しいしねそれがビジネスになったらいいんじゃないですか,か自分がお金使ってるのって何なんだろうって考えると自分に必要なというかやりたいビジネスが見つかってくるかもねじゃあ時間が空きましたのでウルさん最後にもう一声お願いしますラストステートメントですえっと今その話はされてしまったんですけどあのやっぱりこのこの 融資で投資代してくださったものっていうのは必ずこの僕自身行動に移して変えさせていただきたいなというふうに思っていますのでぜひよろしくお願いします何かを成し遂げたい熱い思いをぶつける志願者虎たちと言葉を交わすことでいかなる未来が見え始めているのかいざ迎えるファイナルジャッジメントタイム では、ファイナルジャッジメントタイムです。じあ、1枠の細井先生からお願いいたします。はい。なんかよくわかんないなになってたんで、はい。頑張れって書いておきました。<laughs> <laughs> 頑張れまえん、まあ、とりあえず、ちョトとんとしてますよ。<laughs> なんか暇そうだから、ビジネスプランでも考えてね、いろんなピッチに出てみるとか、どうですかね。その時間がありすぎて、多分暇でやることがない。 何か,かやんなきゃみたいなループにはまってるんでやっぱもっと忙しくした方がいいんじゃないかなとでホストやりたくないんであればやっぱなんかどっかインターン行ってみるとかまあなんか起業自分がしたい企業の種まきみたいのをした方がいいかなと思いました頑張ってくださいじゃあ二枠ども先生、はい、僕はナッシングであくまでカンボジアに学校を建てるっていう思いがあまり感じられなかったっていうのと作った先輩はまあもう本当フルコミットで。 留年して、カンボジアに証拠を立てたんで。えー、まあ、そこまでの思いは、全然感じられなかった、ということで、ナッシングです。じゃ、三枠、近沢先生。僕も、えー、ナッシングで。えー、ただ、すごいポテンシャルも、高い方だと思いますし。まあ、僕も在学中に医学部。在学中に起業していた身としては、まあ、すごい気持ちもわかりますし。一緒に何か、ご縁があればやりたいという気持ちは、ありますので。あの、応援してます。よろしくお願いします。四枠。はい、小浜社長、お願いします。 こ,こは20万円で、はい、まずいやめっちゃすごいと思いますやっぱ医学部に入りながら1億円 年間ホストで売るっていうのはすごい才能だと思うんですよね。かつ、なんか僕も医学部入ってない全然明治中退レベルなんですけど、でもやっぱりこの学生時代僕も何かしたくて学生中から起業したい。でもどうしたらいいかわからないっていうのが僕自身も本当にそうだったんですね。当時、その武田塾黎明期にインターンして配車長に出会って今起業できたりっていうのがあるんで、やっぱりこうそういうメンターとかに会う機会がなかったりするのかなと思いますし、それすごく自身の なんか経験からも共感できるので、まあ、ちょっとオールになるかわからないですけどもし運営上大丈夫なんだったらダメになったとしてもなんか一度ね壁打ちとかさせていただいて、まあ、一緒にこう案を考えたりっていうのもさせていただきたいなと思いましたなので応援の意味で20万円です、はい、ありがとうございますここまで合計で20万円積み上がっています、えー、ウルさんの希望金額は100万円ですので残り80万円ですねでは最後5枠茂木社長お願いいたしますはいナシゲです <laughs> お金を出す必要は全く感じませんでした。けどね、なんか、俺ワンちゃんドラゴンを襲い超えるんじゃないかなっていうポテンシャルは感じましたよ、実は。うん、はい。なんか楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。なんで、頑張ってください。あのいろいろやってください、貪欲に。ありがとうございます。はい。では、えー、今回は残念ながら希望金額に達しませんでした、ナッシングです。お疲れ様でした。 最後ナッシングということで僕から最後にお伝えしたいんですけれどプランンがが違っっったたたらら行動力とポテンシャルでももしししかしたらあったかあなてていう気がしてます途中で僕熱くなってしまって教育業をなめてんのかなと思ってそして医療という神聖なものを投げ捨ててるんじゃないかなっていう気がしてしまってちょっと声を大きくしてしまったんですけれど茂木さんがおっしゃったようになんか持ってんな。ですぐじゃなくても 10年後20年年後後あれウル君じゃないみたいなのがなんかあるんじゃないっていう気がしてます。ということでウルさんすぐじゃなくても行き急がなくてもいいと思いますけれど考えついたこと思ったこといろいろ発信して大浜さんも加別してくれるということなのでどんどんレベルアップしてスキルアップしてまたお会いしたいなと思っています、えー、今回は、えー、残念ででししたたががお疲れ様でしたありがとうございます。 で、最後に、あの、ウルさんから感想をお願いいたします。そうですね。やっぱりこの自分自身、この学校設立っていう点で、こうすごいなんか爪が甘い案を持ってきてしまっていた結果がこれだと思うので、そのいう点では良くなかったのかなって思うんですけど、やっぱりこの何かしたいっていう点はすごい、虎の先生方も、まあいい点。 評価はしていただけたのかなか、していただけたのかなというふうに思っていて、今回はその自分の中でこれっていうのが決まらずに、こ,のこういうふうにトライさせていただいた結果が、結果がこれだったと思うので、しっかりとこうするっていう自分の中での明確なプランっていうのを作って、この行動していけたらなというふうに思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。 現状を変えるため新たな道を模索し続ける志願者の挑戦その結果は残念ながらナッシングで終幕悔しい結果に終わったが志願者の思いは確かにトラたちの心へ届いていたここかかかからいかなる未来へ向かうのかその背中を見送りトラたちは。 次なる志願者を待つ。